ということで皆さんこんにちは、伊原大樹の YouTube チャンネルへようこそ。今回はね、紀伊山地の霊場と参詣道というね世界遺産に行ってきたんですけども、こちらがね和歌山県と奈良県とこう三重県のあの世界遺産でこうできてるので、って考えると3県こうはしごしとるんで、本当に実質富士山レベルでこうめちゃくちゃ規模がでかい世界遺産になってるので、これはねもう皆さん行くべき。でその中でもまあ、この名前の方が聞きなじみあると思うんですけど、その中でも僕らはこの熊野古道にね行ってきたんですけども、でまあいろんなねこうさっき言った和歌山県奈良県三重県こうどっからも入り口がまあ多分あると思うんですけど、今回は僕らはね三重県の三重県のね尾鷲市、三重県の尾鷲市というねところから、車でね向かって、伊勢路っていうね、なんか専門的にはなんとか路とかいろいろあるんだけど、まあその中でも伊勢路というところから、登ってきました。で登ったね山がね522メートルの高さ の天狗山っていうね山登ったんですけど、この山がねまたなんか僕が山知らないだけかもしれないんですけど、てっぺんがねこう 岩なんだよね。岩をこう橋渡って、頂上が岩っていう、なんともこう僕の想像を超えてくる山だったんですけど、まあここのね伊勢路だと他にはね弁石山っていう、もっともうほんと倍の1200メートルぐらい弁石山、最初ね看板があったんだけど、こっから2時間でも無理やろっつって話してて、結局天狗山行ったんだけど、たまたまそこの山登りしてるおじちゃんがね、だけど降りてくる時にそのおじちゃんが、いやこっからだったら君たちだったら30分ぐらいで着くよみたいなこと言ってたんで、先に聞きたかったわと思いながらも天狗山行っちゃったんで、行く際は弁石山でも多分結構簡単に行けちゃうんじゃないかな、もしかしたら。ちょっとぜひね、また行った方は教えてほしいなと思います。そう。で、伊勢路も、17コースもあるみたいだね。で、僕らはその中で、まこぜ峠コースっていうコース行ったんですけど、どうやら後々調べたらね、一番人気のコースだったみたいなんで、まあ、登りやすいんじゃないですかね。うん。はい。で、あとは、そうだね、コンビニとかもね、周りないんで、なんかもしご飯とか買う人いたら、コンビニで買った方がいいんじゃないかな。今年のね僕のテーマっていうのが、まあ、自然遺産にまあたくさん行きたいよということなんで、そうなるともう山登りざるを得んですよね、これ日本だと本当に。まあ、これを機にねちょっとまあ次の山ももう決まってるんで、できるだけこう登山をねちょっと練習しつつも、まあ綺麗なこう景色見れたらなと思ってます。それでは、今回作った映像をご覧ください。これはやばい。今ね、なんかもう疲れちゃった。なんか音かぶってんだけど。何これ。何の音ですか。これやばい。何これ、めっちゃ響いてんだけど。これ鳴り終わるまで続いてるの。続いてる。はい、今はですね天狗荘山ってとこに向かってるんですけど、もうこれ明らかに登山だよこれ。これ登山だよね。
もう相当疲れたし、まあ、ここからちょっと山頂まで頑張って登ってしっかりねいい景色見ていきたいと思います。あー、これ怖っ。はい、今ね頂上着きました。いや気持ちいい。いやね、今回は初めて、まあ今回初めての登山だったんで、ちょっと正直舐めてたんですけど、まあでもやっぱ楽しいし、運動にもなるし、なんか映像もねこう撮り方をねレクチャーしてもらいながらやってたので、まあ、すごい楽しく登れたんですけど、まあ、とにかくもう虫が嫌いと、僕ほんと虫が嫌いなので、ちょっと今度は虫対策をねしっかりした上でこう山登りしないと、これ夏が多分やばいと思うので、うん。で今回登ったところがここね、天狗総山522m。本当はもっと上行きたかったけど、ちょっとカメラマンの体力がきついっていうのと、まあ、僕としても結構ね思ったよりこう有酸素運動かと思ったら足腰にめちゃくちゃくるから、結構ね体力よりもなんか体がきつい感じだったんで、これはちょっと場数をこれからね稼いでやっていかないとね、うん、厳しいな。で今日はね熊野古道行ってきたんですけど、いや舐めてた。はい、じゃあね、もう今日は疲れたので早く帰って寝ましょう。お疲れ様でした。ちょっとここでね、ちょっと質問というか聞いておきたいことがあるんですけど、僕520、あ、もう今回僕ね登山が初めてだったんですよね。そうで、まあやっしゃ登山みたいな、高実山荘行ってこう山、なんていうの、登山シューズね買って下山みたいな感じで行ったんですけど、なんか登ってる最中にね、その一緒に登った子がね、なんだろう、いやこれはこの高さは登山じゃないですよみたいなこと言って、いや登山やろっていう話だったんですけど、どっからが何メートルからじゃあ登山なのっていうところなんだけど、なんか登山の定義みたいなの知ってる人いたらね、ちょっとぜひ教えてください。522メートル、まあ確かになんかいろんな山調べたら522って相当低い相当低い山ってびっくりしたんだけど、まあそれでもきつかったしね。そう、ちょっと定義をね分かる方いたらぜひ教えてください